こんにちは、劇作家 FC の新田です。はい、今回もウイレアプリやっていきたいと思います。今回の動画がまず本当は、チェルシーとマンチェスターシティか、チェルシーとマンシーのガチャを本当は3回ずつ引いたんですけど、なんとその動画が僕の iPhone ストレージが溜まりすぎてて画面収録できなかったっていう最悪の、状況になってしまい、ちょっとガチャの動画が撮れませんでした。ということで、当たった選手だけとりあえず紹介するんですけど、まずジョルジーニョが2人ジョルジーニョ2人、ジョルジーニョが強いのか弱いのかがあんまり分かんないんで、まだあんまりはっきりとは言えないですけど、まあ嬉しくはないですね、正直僕からしたら。まあでも別に、パス能力は高いんで、まあ、使い方によってはもしかしたら面白いのかもしれないですけど、はい、とりあえずジョルジーニョ2体と、あと、ベンチ外かな、ベンチ外に誰かいるかな、ケパか、ケパで、ケパも使わないから ほとんどもうアリソンいるんで、まあでもレベル上げたらもしかしたら強いのかな、身長もめちゃくちゃ高いってわけでもないんで、今見た感じだと。でもスキルもゴールキーパーロングスローしかないんで、まあ使わないかなっていう。リューディが欲しかった、リューディがかかんて。でマンチェスターシティに関しては、僕今ここにデブライネ置いてる通り、デブライネ本当は欲しかったんですよ、めちゃくちゃ。それも出ず、でロドリーみたいなアンカー、まあファビーニがコンディション悪い時に欲しいなって思ったんですけど、出ず。まあアグエロ、まあ、アグエロは別にまあもしかしたら使い道あるかなぐらいですかね。とカンセロと、どこだ、あとこれか、ベルナルド・シューバっていう、なんとも言えない感じの結果になってしまい、まあほぼ外れっすよね多分。まあ、アグエロに関してはもうこの2トップがいるんで、さすがにこの中に割り込むのは厳しいのかなとは思うんですよね。で本当はこれ今動画撮ってるんですけど、さっきカンセロとまだこの中でなんか可能性あるかなって感じたカンセロ、ベルナルド・シューバー、あとジョルジーノ撮ってないな、カンセロとベルナルド・シューバーをとりあえずちょっとさっき動画で撮ったんですけど、ちょっとあまりにも弱すぎるっていうか、なんかなんていうかな、いい意味でも悪い意味でも、なんか特に悪い意味でかな、悪い意味でなんか目立つ、悪い意味で目立つこともなく、かつ別にいいプレーもしたわけじゃなく、なんか全然なんか試合やってもうまくっていうか、なんか全然目立たないし、あんまりいいプレーもできなかったんでまあとりあえずちょっとなんかそれでなんか動画にできるぐらいの内容じゃなかったんで、まあ普通に、まあ今回のこの目標自体レート1400いくことなんで、まあとりあえずでも今回ジョルジーニョだけはちょっとまだ使ってないんで、総合値もそこそこ上げて、なんか意外ともしかしたら強いかなって思ったんで、ちょっと今回はこのジョルジーニョを使いつつ、まあいつものメンバーでやれたらなと。でまあ、ミルナがコンディション悪いんで、ベルナルド・シューバーもベンチに入れてやっていこうかなと思います。やっぱ使ってもってとこありますもんね、全然なんか強くもなかったっすね正直。で相手1125で、まあ、僕今レートが1250くらいかな、まあなんか勝ったり負けたりって感じだったんで、なんとも言えない感じですね正直。あルンネリゲ絶好調で、まあ、ジョルジーニョが普通だから今回ジョルジーニョを使っていこうかな。やっぱこの いつものやりやすいメンバーでやるのが一番な気はします。オッケーオッケー。でジョルジーニョやっぱなんか一個ロングパス出したいですけどね、なんかルメニゲとかに、多分相当パスの精度いいと思うんで。ここちょっと待って、オッケーオッケーオッケー、あいいとこ、ロナウドすげえ落ちてきてくれた、これ絶好調なら買いんじゃない、あ惜しい、でもいい形、あこれいいボールじゃない、あ惜しい、いい感じのボールだと思ったけんな、あコーナーちょっと設定するの忘れてたな、あとでしとこ、今ジョルジーニョが入ってきてましたもんね。オッケー、ナイスディフェンス。やべ、ビエラだ。あぶねえ。本当にビエラ怖い。オッケー。あ、すげえいい抜け出し。メッシ。あー、無理か。仕事めたい。いや、ナイスディフェンス。
さすがデブライネ。いいね。ファルコ。これ取れるでしょう。オッケー、ナイスナイス。おお、めっちゃ来る。お、ナイス、ジョルジーニョ、いいね。いや、これはいったな。マジで？あれ、一歩ずらしても入んないんだ。あ、ナイスナイスナイス。いや、でもペースはこっちのペースだから完全に。え、これジョルジーニョだよね。入んのかな。おーっし、結構でも上がってくるな、意外とプレイメーカーでも。すげえ、そこでダブルタッチ。お、うまっ。マジでナイス。ナイス、いいね。ジョルジーニョめっちゃ上がるな。あ、でもナイボー。オッケー、ルンメニケー。まあ、これは入るよね。絶好調だから。ジョルジーニョ意外と上がってきますね、結構。でもやっぱ今みたいにパスは、やっぱいい感じのパス通してくれる気がするな。やっぱ精度高いし、スキルも持ってるから。なんかあれっすね。今やってる感じだと、途中からちょっと攻撃に枚数加えたい時とかですかね。使うなら。ビハインド時とか。なんかビハインドしてる時になんか使ったら面白そうだけどな。なんか最初ファビーニョ入れて、途中からなんかジョルジーニョみたいな感じでやっても面白いのかなっていう。思ってるより上がってるんで、なんかまあこれをちょっとリードしてる状況でやられて取られて失点するっていうのがちょっと怖いんで。でも別に今使ってる感じだと、まあなんか僕自分よりなんか下のレートの人だったら全然使っても面白いのかなっていう。いやー、ID。あ、いいっすね。でも、ディフェンスも結構、いいディフェンスしてくれる。内防。これ、1個奥で、裏に走ってほしい。チェンバレンか。いけない。いや。カンテとビエラいるのいいな、この人。あ、そのフィネス。なんか、フィネス結構、やる人いるんだよな、アプリ。ID。このビルドアップでいいよ。ナイボー、これいったんじゃない。 OK、 これはいいですね。まあ、なんか一旦やっぱビルドアップの時にあそこのなんかアンカーのところにつけれれば、ゴールキックか、ゴールキックの時になんか一旦アンカーのところに当てれれば、なんかああいう感じで中央がパス出しや、中央にパス出しやすい、中央にパス出しやすい印象があります。すいません、今ちょっと出ちゃいましたけど、ラインペイが。あれ、ああ、よかった。いいね。結構やっぱ上がってきますね、ジョルジーニョ、こういう感じで。でも別にそれがだからといってやっぱ攻撃に枚数かけれるからやりづらさとかは特に感じないですね。あ、ミスった。ここね。あ、ナイスディフェンス。いや、上がるな結構。お、あ、あるんじゃないこれ。いや、それオフ、あ、オフなかったかな今、迷っちゃった。ナイスディフェンス。すげえドリブルするなこの人。ナイス、オッケー、ナイボー。いや、ナイボーだけど無理か。いや、強いな、ロナウド。きた、うえ、出た、出ましたね、このロベカルのやべえクロス。これすごいっすよね、本当に。なんかマジでこれ入るんですよね、めちゃくちゃ。
せっかくなんでベルナルド・シューバー使おうかな。モルガン・サンソンに全員コンディション悪いな。あ、ルンメニゲ OMF 面白そう。これにしよう。あのクロス本当にすごいっすね、ロベカルの。てかあれやられたら止めようないっすからね、正直。あの低弾道の、低弾道っていうか低弾道ロブの持ちのクロスか。ナイボ。あー、いや、ジョルジーニョめちゃくちゃポジション高いな。でも逆にそれゆえに攻撃こういう感じでやりやすい気はする。ありだなこれ。なんかアンカーってやっぱ攻撃の時は基本的に上がらないっていうのが特徴で、なんか僕は結構それが好きで今までアンカーの選手ばっか使ってましたけど、なんか意外とこういうオプションもあっても面白い気はするな。危ない。なるほど。なんかジョルジーニョなんかいい感じで、自分よりレートが高い人が相手だと結構やっぱボール取られた時のリスクとかもあるんで難しいのかなとは思うんですけど、なんか自分よりレート下の人とかだとなおさら攻めやすい気はする。なんかよく自分よりレート下の人がちょっと対戦するのがちょっと苦手って人がたまにいると思うんですけど、やっぱなんかそういう人とかはこうジョルジーニョ入れて攻撃に枚数かけて攻めるっていうのはなんかありな気がしましたね。でかなりやっぱスキルも持ってると思うんで、ジョルジーニョはインターセプトもあるんだ。うん、なんかこういう感じでうまく使えたら面白そうだなと思いました。スルーパス持ってて、でなんかなんだかんださっき黙ってましたけど、ベルナルド・シューバーもまあいい感じで抜け出して、やっぱ CMF の選手だから、あれか、チャンスメーカーって CMF にすると多分発動されてないんで、やっぱああいう感じで上がってきてくれるんで、ベルナルド・シューバーもなんかそういった意味でも結構なんか使うのベルナルド・シューバー使うのもありなんかなっていうのも思いますね。じゃあ今回はとりあえずこういう感じで終わりましょうかね。なんか結構やっぱジョルジーニョは意外となんていうんだろう、なんかリードしてる、まあ、ジョルジーニョに限らずなんかプレーメーカーの選手は、まあ、アンカーの選手よりかはちょっと上がってくるんで、なんかプレーメーカーの選手をこういった相手になんかこういった相手っていう か自分より下のレートだったり、あとリードじゃない、ビハインド時に自分が負けてる時になんか使って攻撃に枚数をちょっとかけるっていうのもなんかありなのかなって思いましたね。じゃあとりあえず今回はこういう感じで、とりあえずベルナルド・シューバーとジョルジーニョだけ今回は使ってみました。はい、まあ、とりあえずでもジョルジーニョはなかなか結構スカッタには、まあ、コンディション良ければ絶対入れようかなと思いましたね。とりあえずファビーニョ入れつつ、なんか攻撃に枚数かけるときはジョルジーニョでいいかなっていう感じで、これからも使っていきたいと思います。はい、この動画が良かったと思った方はチャンネル登録とグッド評価お願いします。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。